この世界は極めて公平、努力と成果の間に最高の好循環が存在している。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はなぜ藤井聡太七冠は勝負師として強いのかというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は一番勉強しているからというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、今回のニュースからということなんですけど、はい、将棋藤井聡太六冠が名人戦制す、最年少で七冠にということですね。はい、ちなみにですね、藤井七冠ですね、昨年22年のですね、対局料込みの獲得賞金はですね、1億2205万円でしたということです。はい、またですね、もし局後のですね感想戦を、ファンとして対局室でのですね直接観戦を希望するとしたら、1局250万円ということですね。はい、それにしてもですね、将棋のプロ棋士約160名全員がですね、自分の全人生をかけて将棋で勝負しているにもかかわらず、なぜ藤井七冠だけが勝負師として圧倒的に強いのかということですね。将棋界にある8つのタイトルのうち7つを一人で独占しているということで、なぜここまで強いのかということなんですけど、はい、最大の理由をですね、最大の好敵手、ライバルが語っています。はい、すなわちですね、藤井さんが誰よりも勉強しているということです。はい、藤井さんの技術を支えているのは誰よりも勉強しているという事実ということです。はい、なので、藤井七冠が誰よりも将棋の勉強をしていると、だから誰よりも技術が高くて誰よりも強いということですね。はい、まさに天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり、されども今広くこの人間世界を見渡すに、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、そのありさま雲と泥との相違あるは何ぞや、別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなりということですね。はい、で、学校教育で教えてるのははっきり言って綺麗事ですということで、みんな平等とか教えますということですよね。でも全然違うということです。はい、現実は一番勉強した人が一番成功しているということです。はい、ちなみにですね、詰め込み教育だとかっていうことで、批判されがちな、日本の受験システムがありますということで、はい、しかし現実ですね、日本の受験システムっていうのは極めて実は公平なんですよね。はい、というのは、人種は関係ありませんと、だから自分の肌の色っていうのは関係ないですと、信条ですよね、どういう考え方価値観っていうのを持っているのか、何を信じているのかという、そういう思考考え方信条も関係ありませんということです。もちろん性別も関係ないし、家柄も関係ないということですね。はい、その人がどれだけ社会性がなかろうが、どれだけ友達が少なかろうが、どれだけ対話が苦手だろうが、ただ勉強さえしさえすれば志望校に合格できる、それが日本の受験システムということですね。だからこそ、自分を変えたかったら勉強しろということです。はい、なので、日本の受験システムっていうのは、実は極めて公平なんですよね。はい、でそれは受験だけではなくて将棋も全く同じということです。はい、人種は関係ありませんと、信条も関係ありませんと、性別も関係ないし、家柄も関係ないということですね。どれだけ社会性がなかろうが、どれだけ友達が少なかろうが、どれだけ対話が苦手だろうが、ただ勉強さえしさえすれば誰よりも強くなれる世界ということです。はい、でもちろん約160人のですね、将棋のプロ棋士全員が、自分の全人生をかけて将棋の勉強をしているはずなんですよね。にもかかわらず、勉強に差が出るのはなぜなのかということなんですけど、はい、要因はですね、やっぱり自己管理の差というのが一番大きな差になるということです。はい、で将棋の棋士っていうのは日本将棋連盟という団体に所属している個人事業主なんですよね。だ一人一人がですね、個人事業主として一つの団体に所属しているという形になっています。はい、つまりですね、対局時間以外の全ての時間の使い方っていうのが、良くも悪くも自由なんですよね。で確かにですね、人は時間が全く
全くなければ勉強はできません。しかしですね、人は時間がありさえすれば勉強できるわけでもないということです。もしあり余るほど時間に余裕があれば、あり余るほど勉強できるかといえばそれはできないんですよね。でなぜかっていうと、余裕っていうのはすなわち無駄だということです。だから時間に余裕があるってことは無駄な時間が発生するということなんですね。で人は何の制約もなければ本質以外の無駄なことにもいろいろな時間を使い始めるので、結局なんだかんだで勉強しないんですね。だから時間がないから勉強しないわけじゃないわけですよ。時間があっても勉強はしないということです。だからこそ、例えば受験に合格するためにあえて自分を不自由にするための環境ですよね。塾とか予備校っていうのも社会には必要とされているわけです。もしその人に時間はいっぱいありますと、自由ですということであれば、時間たくさんあっても本質以外の無駄なことをどん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 やり始めてしまうので、結局勉強できないんですよね。だったらもうあえて勉強するしかないという自分を不自由にするための環境っていうのはこの社会には絶対必要になっているということです。はい、一方ですね、約160人の将棋のプロ棋士にとって、最も重要なことは将棋の勉強であるはずにもかかわらず、囲碁に時間を使ったり、将棋のプロ棋士が囲碁に時間を使ったり、麻雀に時間を使ったり、チェスに時間を使ったり、競馬に時間を使ったりと、なんだかんだで将棋の棋士が将棋の勉強以外に結構な時間を使ってしまっているという、将棋界の現実がありますということですね。で、将棋の棋士っていうのは時間が少ないから将棋の勉強ができないのかといえば、もう絶対ノーということです。はい、でむしろ時間に余裕があるがゆえに、無駄なことをする時間が増えているという現実があるということですね。はい、しかも、プロの将棋棋士になれるほどの、才能があったがゆえに、囲碁だとか麻雀だとかチェスだとか競馬にもですね、人並み以上の能力っていうのを発揮してしまっているということです。例えば将棋のプロ棋士兼麻雀のプロ雀士という人も存在してるんですよね。要するに将棋のプロ兼麻雀のプロっていう人も存在してるということです。はい、ところがですね、藤井七冠だけは違ったということで、藤井七冠はですね、囲碁できないんですよね。で麻雀もできませんと。でチェスもできないと。競馬もよくわからないということで、藤井七冠が強いのはあくまで将棋だけなんですよね。だから藤井七冠はいろいろなことができる多才の人ではないということです。はい、違うということで、はっきり言ってオタクなんですよね。で将棋だけは世界で一番強い、スーパーオタクという人です。はい、なので、藤井七冠はですね、将棋以外の、無駄な時間っていうのが他の棋士の誰よりも少ないということです。だから、対局日以外は、無駄な外出すらしないということですよね。ひたすら自宅で、将棋について勉強したり考えたりしているということです。はい、だからこそ、藤井七冠はですね、他の棋士より本当だったら忙しいはずにもかかわらず、藤井さんが誰よりも勉強しているということですね。で受験と全く同じということです。たとえ、できないことがですね、10個あろうが100個あろうが1000個あろうが何の問題もないということです。受験勉強さえすれば志望校に合格できるということですね。はい、同じように将棋の勉強をしさえすれば誰よりも将棋で強くなれるということです。で最も大事なことっていうのは、将棋の棋士に必要な勉強っていうのは囲碁の勉強ではないということですね。麻雀の勉強でもないということです。チェスの勉強でもないということですね。もちろん競馬の勉強でもないということです。はい、将棋の棋士に必要な勉強っていうのは当然将棋の勉強なんですよね。ここが最も大事だということです。はい、いろいろな人生経験が将棋の役に立ったという感じは特にありませんと。
なぜかというと、将棋のプロ棋士に求められている技術っていうのは他に応用が効かない特殊な技術だからということですね。特殊な技術で勝負してるんで、だから他の一般的な普遍的な体験っていうのはほとんど役に立った感じがないということです。はい、であればですね、株式投資で勝つために必要な勉強っていうのは、まあ、もちろん株式投資の勉強ということになります。はい、だから誰よりも株式投資で勝つためには誰よりも株式投資の勉強をするというのがもう大原則ということですね。はい、単純に株式投資の勉強をする、そうすれば株式投資の技術が上がる、で株式投資で勝つ、勝つからさらに株式投資の勉強をするということで、まあ、この世界っていうのは本当に極めて公平です。はい、まあ、努力と成果の間に、まあ、最高の好循環っていうのが存在していますということです。はい、もし人生が偶然ならなぜ勉強などする必要がある、人生は宝くじじゃないということです。はい、ということで今回はなぜ藤井聡太七冠は勝負師として強いのかというテーマでやってきたんですけれども、はい、結論はですね、まあ、一番勉強してるからということです。はい、そしてですね、まあ、感謝ということで、まあ、この YouTube チャンネルですね、まあ、先月5月はですね、1ヶ月で100万回以上ですね、まあ、動画を再生していただいています。はい、あなたのとても貴重な時間でですね、まあ、この動画のご視聴にですね、時間を投資してくださって感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、そしてですね、最後に大事なお知らせを1点させてください。あと10日後の6月14日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう